白らぬい。白らぬ日、知ぬい、知ぬ日は、日本海軍のカゲロウ型駆逐艦2番艦。1939年、昭和14年12月に竣工した。日本海軍の艦船名としては、1899年、明治32年に竣工した死のの名型駆逐艦。白らぬいにいて2隻目。1944年10月、渋谷海で、 米韓域の空襲を受け沈没した。1937年、昭和12年8月30日、影楼型全19隻の中で最初に、裏賀選挙で寄港した。1938年、昭和13年4月15日、白らぬいと命名された。6月28日に浸水。百三十九年、昭和十四年十二月二十日に浸港したが、 影ウの竣工、11月6日より約1ヶ月半、遅れ、同計2番艦となった。クレチンジュフの所属となり、影ウと、朝潮型駆逐艦2隻、霞、荒れの3隻が所属していた第18駆逐隊、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入した。第18駆逐隊は主に内地で訓練に従事した。1940年、昭和15年10月11日、 横浜港域で行われた、紀元2600年特別観館式に、第18区畜体の領館と共に参加。1 8るは、第3列、金剛、春名、熊野、鈴谷、西条、利根、畜馬、影楼、大潮、浅潮,嵐潮,嵐潮,潮、荒潮、満潮、荒れ、霞、白縫い、黒潮、撤風、初風に配置された。1941年、 昭和16年9月1日、駆逐隊司令に宮坂義人大佐が着任した。9月29日、司令官が霞から白縫いに変更された。第18駆逐隊は、真珠湾攻撃に参加するため、第2水雷戦隊を外れ、第17駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風、駆逐艦周運と共に第1、航空艦隊警戒隊、指揮官、 大森千太郎第一水雷戦隊司令官に編入し、第十八駆逐隊は11月18日に大分県の再起湾を出撃した。警戒隊は空母赤城、加賀、総流、飛竜、昇格、随格の主力部隊を護衛し、11月26日にタンカン湾を出港、ハワイ作戦に参加した。1942年、昭和17年1月5日、 第18駆逐隊は、クレを出発。以降も第1航空艦隊に同行し、ラバウル攻撃に参加。2月には、第2航空戦隊、司令官、山口多門少将の、ポートダウィン攻撃、ジャワ南方機動作戦に参加した。3月1日に、オランダの商船モッとヨカード、8020トンと遭遇。商船が国籍を示さなかったため駆逐艦位送風、あれけ、夕暮 カゲロウと共同で砲撃し、シラヌイが撃沈した。インド洋作戦に参加して3月26日にセレベストを出港し、4月5から9日の正論を機会戦に勝利して、作戦を終えると、シラヌヒ以下第18駆逐隊は日本本土に戻り、クレで入居修理を行った。4月20日、第1航空艦隊を支援した各隊は、元所属部隊の指揮下に戻り、 第18駆逐隊も第2水雷戦隊に復帰した。5月に発動されたミッドウェイ作戦で第2水雷戦隊は攻略部隊、指揮官、近藤の部第2艦隊司令長官に所属した。第2水雷戦隊は上陸部隊輸送船団の護衛としてサイパンに5月24日に到着し、6月上旬のミッドウェイ海戦では主力艦を護衛した。海戦後、 第18駆逐隊は大破した従順斎場をトラック白地まで護衛した。第18駆逐隊は1942年昭和17年6月23日、第7戦隊の従順鈴や従順熊野を護衛して呉に戻った。同隊はアリューシャン方面を担当する第5艦隊司令長官細海母子郎中将に編入された。28日、 カゲロウを除く三隻、アラレ、カスミ、シラヌイは、横須賀から、水上規模艦チ代ダと、特設運送船やアルゼンチナ丸に乗せた兵員の護衛をして、キスカ島に向かった。7月5日夕、チ代ダとアルゼンチナ丸は、キスカ湾に入港した。第18区逐隊は、農務のため予定と異なって湾外に仮闘病した。米潜水艦、グロウラーが、 第18口逐隊を発見し、白縫いとカスミに、魚雷各1本、あられに、魚雷2本を発射し、各艦に1本ずつ命中した。白縫いは、第1関室にひかみなりして大破し、第1、第2関室が浸水した上、五関半も曲がって流骨が切断され、自力航行や栄光が不可能になった。カスミも、航行不能になり、あられは、 手法で反撃したが2本目の魚雷を撃ち込まれて沈没した。白らいと、霞は、キスカ湾の空襲で6月に沈没した第五艦隊の特設運送船日産丸の残骸に隠れて応急修理を行った。宮坂は7月14日に司令の任を解かれた。遅れて横須賀を出発した影楼が19日にキスカ島に到着して護衛任務を終えると、 当面の作戦行動が不可能になった白縫いと霞が初日付で第五艦隊夫となり、影楼は南方戦線に展開する第十五駆逐隊に編入された。白縫いと霞の修復のため、資材と行為を乗せた駆逐艦長派が27日、キスカ島に到着した。同日、霞は駆逐艦がみなりに栄光され、影楼が護衛し式スカ島を出発し、 最終的にマイズルに到着した。シラヌイはなおも栄光できず、8月2日に環境と一番煙突の間で船体を切断した。当初は横須賀での修理を予定していたが、8月11日にマイズルでの修理に決まった。8月15日、第18駆逐隊は解体された。同日、駆逐艦電がキスカ湾に到着して、シラヌイを栄光し、 国選定26号が護衛した。20日にバラムシル島に到着し、21日にカミツマル、摂津商船に栄光されて出発した。8月31日、霞と白縫いは戦時編成から除かれ、特別駅無駆逐艦に指定された。白縫いは9月3日にマイズルに入港し、マイズル交渉で1年2ヶ月に及ぶ長期の修理と整備に入った。 ソロモン諸島で沈没したカゲロウが1943年6月20日に除籍されると、官邸類別表で登録上のカゲロウ型駆逐艦の故障は知らぬ日型に変更になった。修理が完了に近づいた10月15日、クレチンジュフ第4予備艦から第1予備艦に変更され、マイズルチンジュフ部隊に編入した。対空機銃、レーダー、水中超音機。 各部の装備改良を行った後、1943年、昭和18年11月15日、白縫いはニューギニア島西部方面の部隊を支援するために、新編された第9艦隊に、不設堤白鷹と共に編入した。白縫いは内海西部に開港され、11月下旬から12月下旬にかけて、 訓練と整備を行った。1944年、昭和19年1月5日以降は、道東、上枠への輸送任務に就いた。2月23日、第90警備隊、約300名を道東北岸のホーランジアに輸送した。3月1日、中部太平洋にあった白縫は、北方海域を担当する、第9駆逐隊、霞、薄雲、白雲に編入され、 第五艦隊、司令長官、島清秀中将第一水雷戦隊、司令官、木村正富少将の帰化となった。白縫いが、第9駆逐隊に合流する前の3月16日、米戦東都具の雷撃で白雲が撃沈された。南方での輸送任務を終えた白縫いは、呉交渉で3月22の28日に、単身儀を装備する工事を行った。3月31日、 第九駆逐隊は第十八駆逐隊に解消された。第九駆逐隊司令の井上義夫大佐が司令となり、井上大佐は白らいを司令駆逐艦に指定した。白らいと霞は再び第十八駆逐隊として活動することになった。四月以降は大港、千島方面の護衛活動を行った。六月、アメリカ軍は マリアナ諸島に来週死裁判の戦いが始まった。戦艦山城と第五艦隊で海軍陸戦隊を強行上陸させる作戦が立案され、各艦が横須賀に集結。白縫いは6月21日に入港し、基重及びレーダーを整備した。しかし6月19から20日のマリアナ沖海戦で日本海軍が敗れた結果、陸海軍艦の6月22日から23日の 競技でサイパン脱海作戦の断念が決まり、シラヌイとカスミは6月27日、輸送船団の対戦紹介任務に投入された。その後、従順なち、従順足原と共に大港へ移動した。7月7日、薄雲が米潜水艦の来撃で撃沈され、第18駆逐隊はシラヌイとカスミの2隻となった。8月2日、横須賀に入港した。 父島へ向かった第4804戦団が8月4から5日に壊滅し、スカベンジャー作戦、第18駆逐隊と、軽巡基礎、軽巡玉が父島への緊急輸送任務に従事した。8月14日、クレに到着。その後、第5艦隊は、都市号作戦の第2遊撃部隊として、瀬戸内海で、小沢寺三郎中将の機動部隊、 第3艦隊と共に訓練を行った。10月14日、台湾沖航空戦で日本軍は米機動部隊に壊滅的な被害を与えたと誤認し、連合艦隊司令部は第2遊撃部隊、島艦隊に台湾東方への進出と残敵の掃討などを命じた。10月15日、島中将は重巡二隻、なち足柄と第一水雷戦隊、軽巡。 アブクマ、第7駆逐隊、アケボノ、潮、第18駆逐隊、シラヌヒ、カスミ、第二十一駆逐隊、ワカバ、初春、初島を率いて、瀬戸内海を出撃した。16日、連合艦隊司令部は、戦火報告が5人と気づき、第二遊撃部隊に、台湾のコウに入港するよう命じた。など各艦は17日に、カワワに入港し、 翌日出港して20日コ港に到着した。島中将は10月21日、第二航空戦隊の要請で、第21駆逐隊の3隻を派遣した。同日、第二遊撃部隊は残る艦隊で、レーテ湾に来襲した米軍を迎撃するために出撃。23日遊国に、コロンワンに到着、24日午前2時に出港し、西村昌司中将が率いる。 第一遊撃部隊第三部隊に続いて、すりガオ海峡に向かった。二十五日午前三時過ぎ、白ぬいなど第二遊撃部隊が、すりガオ海峡入り口に到着した。当初は、明けぼと年が並列して二キロメートル先行し、後方で、那智、足柄、阿ぶく白ぬひ、霞が単純人を形成して二十六ノットで、航行しいた。 しかし、阿武熊が3時25分頃に光りなりして、艦隊から落語し、那智が炎上中の西村艦隊の従順斎場と衝突して艦首を損傷、速力が18から20ノットに低下した。このため、島中将は海峡への突入を中止し、4時25分に、東大攻撃終了、一応戦場を離脱して、コートをサクスと打電した。 その後も、米軍の艦艇や航空機の追撃を受けたが、白縫いとナッチは26日14時に、コロン湾に到着した。この日、バナイ島沖で、軽巡絹特築艦ナ波が空襲を受け、ナ波が沈没した。連合艦隊は、同日夕、大破した絹の栄光を第一水雷戦隊に命じ、白縫いが向かった。白縫が、現場に到着した頃には絹は沈没しており、 発見できなかった。白縫いは起動中の10月27日朝、米空母エンタープライズ艦載機の攻撃を受け、セミララ島沖の海域で大爆発を起こしながら、沈没した。井上司令、荒ブ三郎艦長ら乗員全員が戦死した。消息を絶った白縫いの沈没は、アンティーケ州、セミララ島の浅瀬に座礁した早地の、乗員目撃しており、11月1日に、 ナチ東西の水上偵察機が発見した早島の上院が白縫いの沈没を報告した。11月15日、第18駆逐隊は再び解体され、霞は第7駆逐隊に転出した。12月10日、白縫いは除籍された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。